長久保城は、静岡県寸東郡町泉町市も長久保にあった、日本の城。追記時期や築城者は確定されていないが、鎌倉時代初期に、竹の下孫八左衛門の頼忠が築,が築いた砦が、始まりとされる。大友近し来の三男神聖が、1439年の足利無知滅亡により今川氏に仕え、駿河国寸東郡長久保を漁していたため一説には、 長久保市の築城とも言われる。足高山の尾根の末端を利用した平山城で、南に木瀬川、西にその支流の桃沢川、東に同じく支流の梅の木沢川と、三方を川に囲まれた自然地形を活用した縄張りであった。さらに、東出丸と本丸の間に、富士歌区を源流とした水号があったとされる。戦国時代には、今川市、ご法上市、 武田氏との間で争奪戦が繰り広げられた。1582年の武田氏滅亡後は徳川家康の持ち城となった。1590年の小田原征伐では箱根越えに際し徳川家康が着陣し、後から入をした豊臣秀吉と共に山中城や荷山城などの城攻めを含む箱根峠越えの軍議を行ったとされる。 関東に家康が違法されると中村和氏の持ち城となったが1600年に違法され長久保城は廃城となった。現在、本丸跡と二の丸跡は城山の作度や土地改良、道路建設で消滅。八渡桑と南桑の跡地に立つ城山神社境内に土塁、長泉町立北小学校の周辺に三の丸と空堀の遺構が残り、 解説版がある。また、ヤワタグルは、二の丸と三の丸を隔てる空堀を拡幅して作った、国道246号裾野バイパス沿いに、上司跡の石碑が混流されている。上域のほとんどが開発で消失したが、残った遺構は、長泉町教育委員会が管理を行っている。南極林とヤワタグルはの一部は、長泉町の城山神社公園となっており、 遊具や公衆トイレ、駐車場がある。武田信玄による駿河信仰での1570年の落城時に生じたとされる悲劇伝説。乳母やわずかな兵と共に牛車で落ち延びようとした城の萩姫ら一行で、あったが東車の東に位置する木瀬川の淵近くで敵に追いつかれてしまう。すると、檻からの豪雨もあり、牛車諸ぶ淵に転落して、 一行は命を落としてしまった。以来、この淵は、牛が淵との名を残し、悲劇を現代まで伝えている。現在では、淵のすぐ下流側に架橋された泉郷より、淵全体を見下ろすことができる。また、淵の西側に、長泉町役場による解説版、牛が淵と長久保城の物語が設置されている。ありがとうございます。